あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール講座です。今日はですね、皆様に心の指針、大川隆法総裁の光の言葉に心の指針というものがあります。そしてその心の指針を集めた書籍が何冊か出ているんですけれども、今日はその中で指定の道という言葉を皆様にご紹介したいと思います。指定、まあ、いわゆる師と弟子の関係、あるべき姿というものを示された言葉です。これをちょっと読んでみたいと思います。指定の道。謙虚に人の言葉に学ぶことは良いことだ。自らの足らざるところを深く反省するのは立派なことだ。自戒の言葉で自分を律する人には誤行が指しているようにさえ感じられる。しかし持つべきものは師である。無師独語は少数の天才を除いて大成する道ではない。あなたは師なき精進の結果、邪見、邪道、魔道に迷うであろう。修行者はひたすらに正しい道を求め続ける限り、必ず良き師に出会うであろう。仏法真理を悟った少師に出会うであろう。だが焦ったり自我我欲を出してはならない。師は弟子に準備が整った時、初めて本当の姿を見せるからだ。弟子はその時、長い間鏡に映った自分を見ていたに過ぎなかったことを悟るのだ。こういう言葉です。で、特に今日お話ししたいのはこの言葉の最後の方なんですね。師は弟子に準備が整った時、初めて本当の姿を見せるからだ。弟子はその時、長い間鏡に映った自分を見ていたに過ぎなかったことを悟るのだ、という言葉があります。この、まあ、文脈は非常に難解です。どう捉えていいのか、私も長年なかなか答えが出せなかったところがあります。じゃあ今はそれが本当分かっているかどうかっていうのもまた怪しいんですが、現時点で私自身が感じていることを今日はお話をしたいと思います。まあ、弟子は少子、正しい師、師匠ですねを求めて、生き続ける必要があります。でそのためには弟子として準備を整える必要があるわけなんですね。で、まあ、その準備とはもうまさに、師が現れてくださるために、その師の存在、教えというものを受け入れることができるだけの器作り、あるいは学びの姿勢、自分自身を向上していく覚悟、まあ、こういったものが問われているのではないかと思うんですね。本当に真剣にこの道を求め続けていきます。そのためにぜひ師匠出てきてください、先生出てきてください、そして私にその道をお示しくださいと、その教えをお説きください。まあ、こういった本当に心の奥底から出てくる求める気持ち、まあ、これをまあ仏教の言葉では菩提心というふうに言うんでしょうけれども、この気持ちがどこまで真剣であるかどうか、これが一人一人の弟子には問われているんだろうというふうに思うんですね。そしてその準備が整った、師匠から見て、よし、この弟子の前に現れてその道を解こうと思えるだけのものが整った、覚悟ができている段階で、師はその姿を表すというふうに言われているんですね。そしてその姿を表された時に
弟子の境地ですね。弟子はその時長い間鏡に映った自分を見ていたに過ぎなかったことを悟るのだ。これが一体どういう意味なんだろうかというふうに考え続けてきたものなんですけれども、実は今までもこれが先生の教えだということで学んできたものもあるんですけれども、実はその準備が整う、いわゆるもうここではもう覚悟というふうに一言で申し上げておきたいと思います。自分自身の中にその覚悟ができていなかった時、というのは実はこれはが自分の師匠だ先生だと思っている存在からいろいろと教えも受けてはいるんですけれども、その教えというものは実は本当の意味で自分は学んでいなかったのではないかということを問われているんだろうと思うんですね。つまり自分が先生だと思っておられるご存在、その教えに基づいて自分自身も変えていこう、成長していこうと努力しているつもりであったんですけれども、実はその向上していこうという心の奥底は実は自分の襟好みであったりとか好き嫌いであったりとか、あるいは自分が無意識に、やりたいと思うことだけをやってきた、もっと言うならば自分自身の過去前からずっと作ってきた自分自身の魂の傾向性というものがありますけれども、その傾向性だけで自分自身が生きてきたのではないかということの問いかけでもあるわけなんですね。だから本当の意味で死を求め死の教えについていくというのは今までの自分自身の経験、それから自分自身が習得してきた知識、常識、こういったものを一度捨てて白紙に戻して全てを受け入れる、そしてその教えに対して服従する、ついていきます、全てを受け入れついていきますという気持ちがなければ、本当の意味で、この真理を体得した死についていくことはできないんだということを示されているのではないかというふうに思うんですね。だから成長しているように見えながら実はそんなに成長していなかったんです。自分の今までの傾向性で、あるいは自分の好みに合わせただけの、進み方しかできていなかったんだということが言えるんです。本当の意味で魂を飛躍的に成長し向上させていくためには、それらの知識や自分が持ってきた学びというものも全部捨てるだけの覚悟というものが実は求められているんだということなんですね。この捨てるというのは非常に厳しいことを要求されていると思います。なかなか捨てられないんです。でもこれを捨てることができた時に、白紙になった時に初めて、その死から流れてくる教えというものを受け入れることができるということになるわけなんですね。大抵の人は無師独子、つまり、師匠がいないで、悟りを得るということはできないというふうに書いてあります。それを求めると大抵、道に迷い、窓、
ですね、悪しき方向に引っ張られる可能性の方が高いというふうに言われております。でこの彰子に出会うためには準備が必要、それだけの覚悟が必要になってきます。その覚悟ができた時というのはまさに自分自身の過去の経験知識すべてを捨てるだけのことができますかということをある意味では要求されているんだというふうに捉えることができるんだと思います。ですので、この真理の道に入っていく、死の後についていくというのは実はとっても厳しい道でもあるんだということがわかると思います。でもこれが悟りへの道だということもまた言えると思うんですね。今私たちは、この正しい死、彰子に出会えることができる稀な時代に生きています。その時に私たちの目に色眼鏡がついている状態、それは過去からの自分の経験、そういったもので見ている世界です。ですので本当の世界を見ているわけではないんだということですね。それを外して本当の意味での素直な目で、白紙の目でこの世界を見ることができた時に自分自身の魂は飛躍的に成長することができるんであろうというふうに思います。今まさに私たち弟子としての準備を整える時に来ていると思います。祈りを通じて私たちは本当の意味で主エルカンターレの直弟子になりたいんですという心の底からの覚悟が今求められております。そしてその準備の整った人のところに初めてその主は姿を現すんだということですね。非常に難しいことだと思いますが、実はこれこそが本当の意味での幸福の道だというふうに感じるものでもあると思います。この話を少しでもご理解し賛同してくださった方、ぜひこの体験を共有してみたいものだというふうに思います。この師弟の道という言葉を深く理解するために楽曲としてエロヒムのテーマという曲を皆様にご紹介したいと思います。エロヒムという神は今から1億5000万年前に中東の地にご降臨された地球神でもあります。この偉大なる神のもとに集った弟子の立場から歌った歌がこのエロヒムのテーマという歌になっております。この歌の最後の歌詞の方にこういう言葉があります。エロヒム、我らの願いを聞き届けたまえ。エロヒム、いつまでもいつまでも我らを守護したまえ。エロヒム、悪魔をどうかやっつけて消してしまってください。我ら光の子、光に満ちた世界であなたと共にいつまでも生きていきたい、いつまでも。こういう言葉で締めくくられているんですね。この思いがまさに弟子としての姿勢であろうというふうに思います。少しこの曲の一部をお聴きいただきたいと思います。どうぞ。愛を通して人は自らの神を知る。何かを知って善悪の向こうに正義を見る。正義の彼方に平和の建設を夢見る。我ら地球のしもべたち。
エロヒムあなたの名をとこしえに伝えん。我らが気概勇気そして永遠の命そのものがすべてあなたに捧げるものだから、エロヒム我らの願いを聞き届けたまえ、エロヒムいついつまでも我らを守護したまえ、エロヒム悪魔をどうかやっつけて消してしまってください。我ら光の子、光に満ちた世界であなたと共にいつまでも生きてゆきたい。こういった師弟の道というものは本当に私たちの純粋な心、本当に弟子としての準備が整った瞬間に、主はその姿を現し、私たちに生きるべき、道を、説かれるはずであろうと思います。私たちはそれを素直に、ついていくだけだというふうに思うんですね。どうか今日お話しした話はとっても難しい話だったかもしれませんが、この話を聞いてなるほどそうだと思う方が一人でも二人でも、増えて、そして共にその道を歩んでいきたいと思う人が増えていきますことを主エルカンターレに記念申し上げたいと思います。ありがとうございました。